ういよいよなかった戦いも決勝戦ということで ね、はい、特にこの決勝ラウンドに入ってからは熱戦が多かったので、うん、かなり皆さん長期戦だらけで、そうですね、疲弊もしているかと思いますが、ぜひ頑張ってほしいですね、うん、さあこのラムナプレット対ダークジェスカイ、この対戦ですが、うん、こちら試合前の感想としてはいかがでしょう。そうですね、基本これまでのリストだとしたら、うん、まあ、ラムナプレットの方が有利かなと思ってたんですが、うん、今回のこの木原さんのリストがですね、うん、そのメインからコジレックの機関も入っていて、うん、1マナの火力と除去が8枚というかなりのビートダウンメタなので、うんうん、これだと先あの1本目が先行ということもあり、少し木原さんが有利なのではないかなというふうに個人的に感じています。ただやはりそのクラッキングデューム、弾ける破滅のように、まあ、全く効かない、うんうん、ほぼ効かないようなカードも入ってはいるので、うんうん、そこら辺を どういうふうにバランスを引いてしまうかと、うんうん、いうところが多分焦点になってくるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。やはりまあ高橋純さんの方は、うん、まあ、なるべく序盤削って、あのカウンターはないので木原さん、うん、あのどんだけ最後火力で押し込めるかにかかってますね、うんうん、この序盤のクリーチャー巡る攻防といったところですかね、うん、そうですね、うん、ただそこにおいてはやはり木原さん1マナの、致命的な一押し4枚、消、うん、熱の衝動4枚の8枚体制という、まあ、かなり盤石な構成にはなっているので、うん、割とライフに余裕を持った状態で中盤以降を迎えれる可能性は、まあ、高いんじゃないかなとは思います、うん、さあ両者キープのように見えました。そうですね、今アナウンス待ちですかね、はい、今からヘッドジャッジからアナウンスがあります。いよいよフロンティア新挑戦者決定戦決勝戦がスタートしました、はい、まずは木原選手タップインからですね。そうですね、あのその1マナのアクションが赤と黒なので、うん、1ターン目のタップインは赤黒がベストですね、基本的には。さあそして高橋選手が1マナのアクション取れませんでしたね、うん、そうですね、まあ、1マナのクリーチャーは10枚しか入ってないので、うん、まあ、ないときはない、ないときはない、まあ、ただその代わり多分もしかしたらこの乱撃山あたりを持っていて、うん、ここで出るジェイスをテンポよく熟れるかもしれない。なるほど、あ、熟れましたね。ここにまさに乱撃山、そういうキープです ね、 ましたね。1マナは除去に当てて2マナから展開。なるほど、ここは、まあ、ドラゴンの餌がベストかな、もしあればですが、うん、その相手がピン軸を単体軸がたくさん入っているので、逆に1枚で複数枚展開するカードをいかに引けるか、うん、なるほど。あ、ね、まさにドラゴンの餌で、こういうカードに対しては木原さんはそのコジレックの期間は入ってはいますが、うん、枚数は少ないのでこれにコツコツ殴られるとちょっと嫌な感じになりますね、うん、なるほど。しかし今回の大同士を出して、まあ、一応抵抗できそうな感じですが、そうですね、止まるかなと1点。さあスタンダードのおなじみ日焼けしたサバ、ここではトークン増やしに行きましたね。突発ですね、クイーンズコアラブの突発。なるほど、まあ、除去にターンを使うのではなく、もしくは持っておらず1回場を作るターンと。さあこれでコジレックの期間があるとなんとすごいことになってしまいますが、12ライフゲインですか。現状はないようなので、うん、まあ、高橋さん、純さんとしても一安心かなと。さあ全員でブロックですかね。うん、そうですね、ここはもう半端にブロックして火力当てられたりするか、うん、ああ持っていました、持ってた、すごいことになった。12ライフゲインじゃないですかこれは。そうですねすごい、一気に12ゲイン。さあこの今回の大同士は自分のインスタント呪文、ソーサリー呪文もハンコンを持つと。そして帰ってくる、あ、ここで立身出世。これは高橋選手厳しいですね。そうですね、まあ、使ったカードの枚数としては
高橋選手は2枚、うん、木原さんも2枚なんですが、うん、そこについてくるこの12弦が12弦すごいですね。あまりにも重い。さすがに速走を出して再度クイズコルメントパスからの2点アタックかな。もうしかしまあ投げれてもしょうがない、コツコツ殴っていくしかないですね、うん、まあ、とはいえ結構このラムダプレッドというデッキも継続的な能力が高い、打点が高いので、うん、やはり相手の除去とかが切れれば、まあ、そのままその多いダメージを削れるかもしれないですね、うんうん、さあ土地ランドセットに悩んでいます。ああそうか、赤黒があるのか。そうですね、くすぶる湿地があるため、竜どころの山頂がアンタップインで出てバイバック、うん、なるほど。さあそしてこの今夏の大同士を高橋純選手触ることができない。これはかなり高橋選手厳しくなってきましたね。厳しいですね。でバイバックをするが、さあ何もない。3点ずつ、うん、何気ないこのトークンを除去されるのに対してもサンライフゲインがついてくるのは結構嫌ですよ ね。この大同士の能力として、うん、そのバイバック呪文が返ってくる能力があるのとは別に自分の、呪文ですね、インスタントやソーサリーに、反抗がつくんですよね、うん、なのでさっきからこのコズレックの帰還ですとか少年との衝動にはなんと、うん、ライフリンクがついており圧倒的なライフゲームをしています、うん、さあなんと35、さあインサイド、まあ、大同士、大同士無双ですね、まさに。うん、これで38。38。あ、しかし今のと、ね、高橋さんのリストにはですね、もうメインボードから反逆の先導者チャンドラが入っているので、うん、まあ、こういったカードですとか、あとはケラル峠の修道院長ですね、うんうん、こういったカードでリソースを復旧しながら戦うと、まだまだお、まさにチャンドラと言ってたらチャンドラが引いてきましたが、まずはこの今夏の大同士を触りたいので我慢したい、できないか、まず1体は無理ですかね、我慢ならんと。そうですね、しょうがないですねここは、うん、で、まあ、このチャンドラ落ちてしまいますが、シュッとスライフェ45。対戦相手が赤単にもかかわらずこのライフという、うん、本当にこの今夏の大同士はすごいですね、うん、バイバックモードだけでなくこの反魂能力がついているので、うん、かなり盤面を1枚で制圧しています。火力が比較的多めに入っている高橋純さんのリストですけれども、それでもやはりまあ引けないときは引かないという形でなかなか対処に手こずってしまいましたね。そう、まあ、クリーチャーが出なければフラッシュバックかバイバックもされないということで、うんうん、今は損魂魔導士引いたんですけどもう出すのやめましたね、うんうん、魔導士で食らえてしまう。そうですね、なので一回この損魂魔導士を倒してから一気に展開して打点を稼ぎたいなというところでしょう、うん、さしかし三度出現今夏の大同士3体目、なかなか今夏の魔導士を触ることができない。日焼けした砂漠もちょっと、そうですね、あんまり存在感ないですね。さあここで4点クロック、そして4点回復していくライフはもう 50。あれですね、あの木原さんがあのスタンダード一番最初のスタンダードシーンで安岡さんに勝った時のライフを思い出します ね。さあここで高橋選手が投了して決勝戦1本目は木原選手が勝利しています。
ただ一回出てしまうとグレンじゃないや、反撃の先導者チャンドラも前哨地の方位も基本的にほぼ触れないので、うん、かなりワンサイドゲームになる可能性もあります、うん。と言っているところで、お、一打目からいいですね。いいですね。木原さんの方もかなりバランスのいい判断ですね。強迫、強迫ですね。軽い、そうですね。状況もありますし、うん、さあまずは強迫から。まずは強迫からですね。強迫、致命的な人押し、消滅の衝動、ブリンの振動、ジェイス、時をかける探索かな。お、ここで前哨時の方位が。まあ包囲でしょうね、おおむね。かなりバーンプランなのかな。その先ほどそのトークンカードも抜いてましたし、そうですね、軽いクリーチャーで殴ってプレイヤープレイヤーっていうプランを取ったんですかね、うんうん。まあ包囲やチャンドラでめくるのはやはり火力の方が嬉しいので、うん、さあまあもう手札のジェイスにほぼ生存権はなさそうな感じで、まあ、赤方を三撃斬。確かにジェイスはいるが策迫もありますよと、うんうん、難しいですね。そうですね、まあ、基本の、まあ、方位、まあ、方位かな。方位かもしくはかきたっている炎かな。その、うん、最終的に打点が高いので、うんうん、その乱撃斬か策迫は結局、まあ、ジェイス役だと交換するだけのカードなので、うん、まあ、抜かなくてもいいんじゃないかなとは個人的に思います、うん。ジェイス出して相手に焼いてもらって時をかける探索のコストに当てるのがいいので、うん、あですね、まあ素直に。さあ高橋選手ここからでもあと何を引いたかな。ここからライフをしていきたい。行為がなくなった分ランドンゲームはしにくくなったので、うん、そうですね、なるべく短期戦に持ち込みたい。これは即走も1枚引いてるんじゃないですか。引きましたね。これだったらもう乱撃斬プレイヤーに打ちながら殴ってもいいですね、うん、6点入って12、次のターンジェイスを焼いて4点で8なんで、もうここ打ってもいいですね、うん、打たないか。ここは打たない、打たないか。いや打ちそうだぞ。悩ましいですね、うん、打ちませんでした。打たない、ここでコジレックの帰還。これ次のターン策迫打ってアタックとかだと、しかしジェイスは出てこず、ジェイスは出さず。そうですね、あの策迫やショックをしているので、うんうん、あショックじゃない、乱撃斬か。さてで砂漠。さあしかしだいぶライフが遠い、うん、かき立てる炎と、乱撃斬と策迫か。なので場のクロックが全てなくなってしまいそうですね、うん、このままだと。確かに二川さんのおっしゃっていた通り、あそこのターンで乱撃斬って、うん、まあ、押し込んでもよかったようには思いますね、とは思いますね、うん、個人的にはですけど、うん、そのもう今のハンドのプランがかなり押し込むしかないので、うん、これあのライフを押し込まないとあのかき立てる炎みたいなカードが役に立たないんですよね。そのワンマリガンとほとんど一緒なんですよ。そうですね、ラストターンまで打てないので、さて、まあ、ここは1回出して、まあ、多分策迫か乱撃斬打ってアタックなのかな、うん、このターン、うん、何を引いたかな。スペルっぽいですね、うん、さあ残り14点押し込んでいきたい高橋選手。はい、策迫を打って、うん、わさかですね、うん、これは生き残りそうですが、カカンスタックなんで、なるほど、まだダメですね、まあ、ダメですね、1、2の状態なので、うん、もう1回ランゲキザン打ってもという形で、かなりもう安心して時を超えた探索につなげれる状態になりました。これは1回タップインするのかな、青黒の土地をタップインしてくるかな。お、ヘロキドン。しかしここに致命的な人押しも持っている。かなり
木原さんバランスいいですね。まあさすがと言いますか、きっちりさばけてますね、そつなくさばいていきますね、こうなってしまうと苦しいのは高橋選手、どうしてもその手札の火力がほとんど今もマリガンと等しくなってしまったので、ここで坂倉歴代出てきましたね、今の兄さん、そうですね、あしかしチャンドラがある、チャンドラと赤包囲もある、おすごい、土地が1枚足りないんですかね、これは。そうですね、ただここからの巻き返しに期待ですね、できますね、そうですね、さっき乱撃山と坂伯で乱撃山に坂伯から使ったのが響いてしまいましたね。あと言いますと、あこれ坂伯だったらこの再起ある霊気体を落としたんですけれども、その、まあ、プレイヤーに打つこともあの念頭に置いて、乱撃山の方を温存したので、そこが少し今ちょっと恨めってしまいましたね、さあここで時を超えて探索、さてさてこのもうこの有利フリーゲージを動かすのは忘れてましたが、こんぐらいですね現状。なるほど、やはりこの13はまだ遠いので、そしてじわじわとこの回復してくる、ただジェイス、そうですね、まあ、ただこのチャンドラが生き残るようになればまだ、そうですね、そうですね、もうどん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 出して、カナダイ同士、まあこれはランキーさんですね、ここでチャンドラマイナス、おしかも墓地対策の砂漠いい、ね、これ引いてますね、さあ肉あさりの地、なるほど方位からですね、まあ、もちろんモードはカンと、なるほど、難しいな、これはかなり盤面かなり動いたんじゃないですか、かなり持ち帰りしましたね、まあ、これでいきなりロングゲームができるようになったので、ただそれでも少しまだ不利ですが、ここからに期待ですね、その逆転 の、 その下準備が整った感じですなるほどな、チャンドラマイナスから入ってコラーガンの命令されるのは嫌だったんでしょうねきっと、そうですね、あ回収ディスカードリソースを攻め立てます、ここでジェイスが戻ってくるとです、ね、これで、まあ、またジェイスとこのサイキャル歴代両方触らなきゃダメだよっていうふうに今、木原さんはかなりその相手から見てこれを殺さないとダメだよっていうパーマネントをたくさん出してますね、土地がないない、サルカンがめくれているんですが、さあここはさすがにチャンドラ、そうですね、で、まあジェイスかな、いや微妙か、生き抜いたジェイスにしないと結局ジェイスが変身してコラガンの命令で、ね、チャンドラを殺しながら再起霊気体を回収されてしまうので、まあ、ジェイス殺すしかないですねこれは、そしてあのサルカンもねデッキに1枚の結構切り札だったので、そうですね、ちょっと残念なタイミングでめくれてしまいました、唱えられないタイミングでしたからね、さあこの再起ある霊気体が走る走る、あ今キャラさん立身出世ドローしました、ね、やはり、まあ、このマッチアップはこのジェイス再起体、あ再起ある霊気体コンカと戻したいターゲットがたくさんあるので、立身出世はかなり強そうですね、今回の、あ今はジェイス戻すか、しかも即変身できるんですね、そうですね、即変身してこのデッキの立身出世すごく強そうですね、やっぱ見てると、こじデッキの、そうですね、そしてこうをつけて、美しい、このギミック強烈ですよね、そうですね、でとチェイスでどうここからどうするかだな、まあ、プラスをした、さあ全勝地の方位の無限のアドバンテージがここから生きるか、さあどちらも土地土地とあったように見えましたが、いや、なんか引いてるな、あこの4マナはチャンドラか3マナ、ヘロピドンかな、
ヘロキドンですかね。ん、なんだなんだ、あのタッパーなんだ。ああ、なるほど。そうですね、死にかあさりの地で砂漠を、はい、そうかそうか。まず死にかあさりの地でしっかりとそのジェイスから、うん、あの時を超えた探索をフラッシュバックされないように。なるほど、冷静ですね。冷静ですね。しかし、ハンコンのクリーチャーが土地からも出てきた。うん、すごいですね。かなりあのこの赤タン系のデッキを目立ってきてますね。うん、さあ、そしてジェイス。さあ、土地がめくれる。回転翼機がドローしたように見えましたが。そうですね。しかし、あ、フェロキドン。フェロキドン。ただ、そして、うん、あ、ソニーソクソンも。あら、順番が逆だったかなと。高橋さん1点食らって11ですね。うん、ちょっとまあまあ、さて、しかし実はこれ木原さん割と、うん、あれですね、やることなくなっちゃいましたね、うん、ブロックしない、するかな、このフェロキドン生きててもしょうがないしな。あ、ブロックテイクした、テイクしたか、テイクしたみたいですね。うん、結構自分のライフもきついのでブロックしても良さそうには見えましたが、うん、ジェイスを殴りに行きたいのかな、うんうん、まだまだライフあるじゃろうって形で。おお、これはすごい。アドバンテージからアドバンテージへ、うん、これで8、うん、速攻で死にかあさりの地で墓地をリボンシャル。おっ、すごいそうですね、かなり下がってますね。ジェイスが現状何もしてないですからね、うん、いやー、ただライフがすごい、ライフがちょっと痛いんで、まあ、そうですね、ちょっとブロックした方が良かったかもしれないですね、うん、このケラル2連撃は効きましたね、はい、素晴らしい。さあ、ここでコージレックの機関打つかな。確かずっと持ってますよね、木原さん。あ、違うか、うん、追放されてるのか。そうですね、捨てて追放されてるような感じですね。はい、で1点入って、まあ、もうクロックですね、完全に、うんうん、殴りに行きます。この正直このフラッシュバックはおまけでしかなくて、うんうん、56を出したいと、うんうんうん、あ、かなり追い詰められました高橋選手。その作白もデッキに少ないので、うん、もうあの56の機械巨人を倒す手段が、まあ、サイドインしてればありますが、うん、作白をどんぐらいサイドインしてるかですね、うん。さあ、押せ押せですね、もう一気に殴りに来てますね。なるほど、フェロキドンは死んでほしいと思う。ライフがきついですね。こういうところの思い切りもいいですね、やはり、うん、ライフに余裕があるので攻めに転じる、うんうんうん。相手のリソースを潰しに行く方を選びました、うん、1-2 と 2-1 なんで、まあ、どっちかしか殺せないよと、うん、あれはそうですね、これはまあいいブロックですね。さて、まず引いて何かあれば何もない。さあ、ここから機械巨人を毎ターンちょっとチャンプブロックする形になるので、うん、追い詰められてはいます。サクハク引きたいですね。久しぶりに見ましたけども、このダークジェスカイもしっかりかなりアドバンテージと、うん、デッキが美しいですね、うん、さあ、土地、まだ土地がめくれる。ドローも土地ですね。ドローも土地ですね。土地だよと。はい、ここで投了。はい、というわけで第10期フロンティア新挑戦者決定戦勝利したのは高橋純さんでした。おめでとうございます。木原さん。木原さんです。はい。木原敦樹選手でした。はい。はい、おめでとうございます。はい、失礼しました。